まとめるつもりはないんだけど、このエデン、いいじゃないか、はい、エデンは愛の作品ですね。そうじゃないか、ね、これはね、まあ、技術者としてはちょっとでグッとくるものがあるわ。しかも僕なんかはこれに近いことやってるだけに、はい、これ見なきゃと思いつつ、はい、研究所のみんなにこれ義務で見させようと思ってる最近。それはあのどの辺がポイントなんですか。やっぱり技術って使いようなんですよ。ちゃんとこの優しさに向いてるんじゃないですか。向いてます、技術、うんうんうん、やっぱりこうね、人への優しさに技術は向くべきだなと思うのよ。でしかもそれがプログラミングされた優しさじゃなくて、ああいう技術を作ろうね、自然活性的に優しさが生まれるような人工知能だったらもっと役立つんじゃねえのと思って。なんかでもあれ農業とかやってるうちにいつの間にか手に入れてる感じはしますよね。でもあれに関しては多分そこも含めて優しさなんじゃないですか。いやそうでしょうね、地球への優しさなんでしょうね。地球の環境を考える、うん、超絶 SDGs 実現しますからね。本当だよ、超絶 SDGs だ。勉強すること多いわ。でその先、ただあれ人間があのこうほとんどいなくなっちゃってるんですけど、その前に一回人間が滅ぼしちゃったけど、もう一回もう自然なんて人間が滅ぼそうと思っても滅ぼせないから、むしろもう一回自然がわーってなっちゃったって、ね、でもメカたちってすごいパワーパフォーマンス持ってるから、破壊しようと思うと破壊できるの。あそうですね、それを破壊せず、やっぱりそのリンゴの農園もとっても自然に作ってるし、あれはおそらく破壊したということをちゃんと学んで、破壊しないような生態系作ってるのね、うん、つまりもしかしたらあれは本当に今人類が目指すべき未来なのかもしれません。僕は多分このまま技術が進んでいくと、うん、世の中全部無機質化すると間違いなく地球は滅ぶに違いないんですよ。だってこの人間たちっていうのは長い地球の歴史で一瞬の歴史だけど、ありえないようなことしてるんですよ。天敵ほとんどいない、うん、普通は病気やなんかにかかるのでそれも全部無効化する、うん、もう自らどんどん自然を破壊して生態系作っていく、もういわゆる自然のピラミッドの生態系から切り離されてる、うん、ありえない、うん、たったこのちっぽけな人間たちがこのすごい長い歴史の地球のオゾン層まで破壊できちゃってるんですよ。このまま行ってただ進むわけがない。するとね、一生懸命 CO2 を削減しようってやっていても、それはとっても焼け石に水で、ゆくゆくやっぱりどう自然と共存するかっていうこのエデンの世界みたいな、うん、もう無機質な建物たくさんじゃない世の中にするべきなの、うん、僕はそういう未来図を見せてくれてるのかなって思って感覚しました。僕ちょっとよく思うんだけど、はい、科学技術って未熟だから自然破壊する、おつまりどういうことかっていうと、はいはい、例で言うと例えば携帯もね、はいはい、ガラケーの頃はたくさんボタンがあってマニュアル見なきゃ使えなかったでしょ、うんうん、はい、それがどん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 技術が高度になってくると説明書なんか見なくてもスマホは使えるし、うんうん、もうゆくゆくはボタン触らなくてもジェスチャーや声で動くだろうし、うん、どん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 人に優しくなる、うん、それは車もそうで、うん、かつては技術が未熟だったから化石燃料をボンボン燃やし CO2 だし、うん、そして平らなとこしか行けないか舗装してた、うん、それが、まあ、車の世界でね。確かにそうか、舗装しなくてよくなるのか。 それ考えたことなかった。頭いい、その通り、つまり本当にいろんな凸凹道を行けなくすると、とにかく自然をね破壊して、自然を要は技術に合わせてたんですよ、はい、バリアフリーって言ったって、世の中全部を頼りにするわけいかんですよ。そうですね、究極的には自然は変えず、うん、もう自分のモビリティの方だけ変えればいいんだ。モビリティの方だけ変えれば自然なるほど、確かにだから、ね、そうだね、それは考えたことなかった。そうなんですよ、だからね、本当技術が未熟だから周りを変えて環境を変えて破壊する、うん、よくこれね笑い話で人間も同じなんだよねってみんなに言うんだ。人って未熟だとさ、周りを変えて周りにああしろこうしろ言うじゃん、はいはいはい、人間も高度になったら全てを受け入れて自分がちゃんと柔軟に対応するのよね。確かにということで、だからねどんどん技術が高度になると、はい、自然と共存できるはず。それが多分 SDGs であり、それこそバイオエタノールやなんかのエネルギーもそうだし、乗り物なんかもそうだし、環境もそうだし、もうアスファルトって舗装したりね、ビルを建てなくても本当に自然と共存できるような技術ができるに違いないと。